はい、こんにちは。まーやチャンネル、まーやはらです。はい、先日ですね、富士子 F 富士尾ミュージアムに行ってきましたね。楽しかったね。すごい面白かった。ちょっとね、展示エリアの撮影はできないんですけども、お外とかね、撮影が許可されているエリアの動画を撮ってきましたので、ご覧ください。おー、頑張れ。もうちょっと頑張れ。お、出てきた。すごいです。結構上まで行くよ。オッケーだ、それでオッケー。はい、こっち見て。ビッグライトなんですよ。今ここなんだっけ、ドラえもんカフェ？ミュージアムカフェ。嘘、来ました。すごいね。こっちが紅茶なんだね。でこっちが蜂蜜だって。蜂蜜レモンだって。すごい。コースターが漫画になってる。本当だね。熱っ。とりあえずそれでいいね。それで、これで入れてみるよ。わ、色変わった。色変わった。面白い。Aちゃんドラえもん。Aちゃんココアで、ママ何？アイスカフェラテか。コロスケだね。よかった。そう、美味しい？美味しい。ドラえもんの形が変わっていく。変わってきちゃったよ、ちゃん。はい、こんな感じでしたね。ようやく行けたね、うちらもね。楽しかった。エシュ君、何が楽しかった？おしゃべりでは。そうだよね。こういうですね、耳に当てる、音声ガイダンスがあるんですけども、これはね、大人用と子供用があるんだよね。で、大人用は銀河鉄道999のメーテルの声の人がアナウンスしてくれる。レーシン君の場合は何だったの？ドラえもんと、おしゃべり電話の声。おしゃべり電話って何？おしゃべり電話っていうあれなんだ。おしゃべり秘密道具のアイテムがあるのかな。多分そうだと思うけど。でもドラえもんが案内してくれるのパパもちょっと聞かせてもらったよね。あれはね、聞いててエシン君すごい楽しそうだったよね。で、秘密の合言葉があったんですよ。クイズに正解するとそれが出るの。そっか。はい、それで、お土産を買ってきたんだよね。こんな感じでお土産を買ってきました。あと、パーマン店がやってたのでね、パーマンの大全集の漫画1巻も買ったね。なんかパーマンにハマっちゃったもん、なんか。買ってきたものをちょっとご覧遊ばせましょうか。これだ。バスボム。ドラえもんのバスボム。これまた今度別の動画でやりましょうか。いろいろね、マスコット出てくるみたいなんで、これまた別の動画でやります。はい、あと、これ、ドラえもんのドラ焼き。これいいよね。シグ、これもう食べたんでしょ？パパまだ食べてない。ドラ焼きにはドラえもんの絵がね、合うんでね。これ美味しかった？美味しかった。本当にちょっと食べてみていい？じゃあいただきますね。はい。レイちゃんもう食べてたね。いらない？本当にちょっと食べるかなと思ったんだけど。やっぱいるんかな。F マークついてるね。前にドラえもんですね。ちょっと削れちゃった。いただきます。いただきます。うまい。そうそう。もっちりしてるね。これね、パン粉ももっちりしてるんだ。だから破れすんだよ、パンが。うまいよね。ああ、まあこれうまい。あと、藤子不二雄のキャラクターのキャンディーだね。金太郎飴みたいな感じになってますね。後ろ側にはこれね、のび太とかさ、これキテレツだね。表側もいっぱいあった。ドラえもん、ドラえもんちゃんでしょ。あとコロスケとかね。あとチンプイとか。チンプイね。あとパーマン、パーマン2号、そして面白かったのがこれですわ。これコミッククッキー、ドラえもんの1巻のあの漫画、それがクッキーにプリントされてんだよね。これも面白いよね。なんか
食べるのもったいなくなっちゃうんだよね。うん、でもちょっと一個食べてみようか、これも。どうしよう、食べるのやめとく。うん、やめとした。まずはコミック見てからして。コミック見てからして、うん、それとドラえもんミュージアムの中にねガチャガチャがあったんだよね、うん、マスコットコレクション4ってやつ、これも開けてみましょうか。うん、はい、じゃあいきますね、ガシャッと。ドラえもん、これはドラえもんだね。2つ目がガシャッと。お、これ何、これわかんない。ガシャッと、あ、チンプイだ。これチンプイ、チンプイだね。出た。パーマン、これ出なかったんだよね確か。あ、これは、あ、これなんだっけ。なに、こちらですね、マスコットコレクション4ってやつだったね。ちゃんとここに藤子 F 不二雄ミュージアムのロゴが入ってるね。はい、限定なのかはちょっとわかんないけどね。限定じゃん、限定なのかな。それで出たのがこのドラえもん。これカップがあるね。これエイシン君さ飲んだイチゴミルク、ドラえもんだったよね。うん、だからこれカップの同じやつだよ、ドラえもん。はい、そしてこれがチンプイだね。チンプイかわいいね。かわいい、うん、カフェラテの絵柄の方はチンプイになってますこれも。そしてこれがジャングルクロベですね。このキャラクター知らないな、ジャングルクロベ、うん、見たことない。で最後にこちらがポコニャンだね、うん、ポコニャンなんかドラえもんに似てるけど。はい、ということで今回はですね、藤子 F 藤尾ミュージアムへ行ってきたという動画でございましたね。ちょっとね、内容的に締まらなかったかなっていう感じするけど、すごい楽しかったね。大人も子供も楽しめる施設じゃないかなと思います。気になった方はですね、ぜひ行ってみてください。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。